にぼしにぼしスタッフさんにぼしが食べたいよそれだよそれだよスタッフさんありがとうだよちょっと待ってたよね Why? なんでくれないんだよそうやってカりの大好きなものを取り上げて Why? カりが美味しそうに見てる顔を横目で見ながらちゃいちゃんだけカりの大好きなにぼしを食べようと思ってるんだよそういうわけじゃないよねさ最後にこう言うんだよにぼし美味しかったんだよね カリンちゃんそんなの全くだよ。カリの大好きな煮干しを食べてるチャイちゃんをずっと見てるなんて辛すぎるよ。カリンちゃん,うんもう時間がないから東京の天気だよね。八月十一日木曜日曇りのち晴れ。<ー>最高気温が三十一度で最低気温が二十五度だよね。よもう食べたすぎてこうなんていうかなカリ煮干しになりたいよ。もうどういうことだよね。そう考えると煮干しの人生というのも悪くないかなと思ってきたよ。どんな人生だよね。それでは次回チャイが煮干しを食べること ことを止めた理由をお伝えするよね。それでは今日も元気にいってらっしゃい。